です、この動画もですね4話目まで来ましたね、4話ではですね指名客を増やそうとするから稼げない、〇〇を増やせ、おいおいおい結城さん頭おかしくなったのか、指名客を増やすなんで何増やすんですかってあなたは思いましたよね。はいね、ほとんど稼げてないキャストがですよ、ね、自分の指名客をね増やそうとする、そこだけを見ているというね、そこだけを見ているから、ね、あなたは指名が取れないっていうことです、ね、じゃあ何を増やせばいいのかっていうことなんですが、ね、これは指名客の一歩手前のねお客さんです、ね、自分の指名客になる一歩手前ですから指名予備軍のお客さんってことになります。まあこれはね、まあ、言い方はまああえてね指名予備軍っていうようなね言い方にまあしときますが、ね、指名客になる前の一歩手前のね指名予備軍をあなたは徹底的に増やすってことをねやらないから、だから指名客が増えないってことです。なぜかというとですね、まずあなたはねお客さんに私という存在を知ってもらうっていうねそういうことをするじゃないですか、ね、あなたは私何々ですっていうことをね多くのお客さんに知ってもらわなければね、うん、あなたを指名しようなんてお客さんは生まれてきませんよね。当然ですよね、あなたの存在すら分かっていないんだから、ね、そこから指名客なんか出るわけなんですよね。だからあなたは、ね、あなたを知ってもらうっていう、ね、そういうあの営業とか、ね、そういう振る舞いをあなたはするはずです。でところがですよ、その次の段階っていうのは、ね、指名予備軍をあなたはたくさん持たなければいけないってことです。これは なぜね指名予備軍が、ね、あの 大事かっていうことですよ、ね、あの説明しますが、ね、僕がまあお客さんだとしますよね。お客さんであなたのお店に、ね、あのまあ行って、ね、テーブルに座りますよね。で、あなたはね僕の隣にねあの接客キャストとしてつくじゃないですか。でその時にこう言いますよね、隣失礼してもよろしいですか、あいいですよって僕は言いますよね。で座った、で座った時にねまあちょっとねあの少しの会話があった後にですよ、ね、例えばねこういうお店ってよく来るんですかとかって聞きませんか、ね、聞きますよ ね聞くでしょ。で聞いた時にですよ、お客さんは、ね、こういう風に言ったとします。あ僕ね飲むことで、ね、めっちゃ好きでね、うん、ここ来る前も他のとこでね飲んできたんだよね、だけどここに来たのは初めてかなって言ったとしますよね。であなたはどんな反応をするかと、あお酒飲む人よく飲む人なんだなって、ね、お酒よく飲む人なんだな、お店によく通う人なんだなっていう意味じゃないですか、ね、だから、ね、この人は、ね、お金になるなって考えるわけじゃないですか。そうですよね、だから、ね、この人に営業をかける価値があるってあなたは判断するじゃないですか、ね、そういうふうに判断するってことは連絡先の交換しましょうよとかっていうあなたは判断もしますよね。そうですよね、うん、だから、ね、あなたは、ね、お客さんを自分の色眼鏡で判断してるってことじゃないですか。この人はね、指名のお客、私の指名お客さんになる確率がね、高いと。で、そういうふうに見たわけです。ね。うん、ところがですよ。じゃあ、ね、対照的にですよ。もう一人のお客さんは来たとして、ね。もう一人のお客さんはまあ同じように座るとします。で、あなたは隣失礼してもいいですかっていうようにね、違うお客さんにね、隣に着きますよね。その時に同じようにね、言うはずです。ね。あのここを来る前にどっか飲んできたんですか、かまたはねよくこういうお店で飲みに行くんですかってあなたは聞いたとします。まあ聞いたとしますとか聞きますよね。でそのお客さんはですねこう言います、いや僕お酒あんまりね飲まないんだよね、だからこういうお店もね全然来ないんだよね、だから珍しいんだよね、来るのも珍しいんだってね、そういうふうに思ったあなたは、ね、自分の判断で、あこの人ねお酒飲まないんだイコールねお店によく通わないんだっていうか全然お店に飲みに行かない人なんだなってね、あなたは自分で判断して、じゃあこの人とはね連絡
先を交換するね必要ないなってね、うん、ないなってあなた判断してしまわないですか。どうですか、ね、うん、これが大きな間違いだってことです。はい、これが大きな間違いです。もう徹底的にこれが稼げない人の思考です。これは僕は断言できます、ね、うん、なぜ断言できるかと、なぜ断言できるかということを説明します。ですね、それはですね、よく飲みに行くお客さんは当たり前のごとく、ね、飲みに行くんですよ。だからいろんなお店に飲みに行くわけじゃないですか、ね、だからその先々で、ね、いろんなキャストさんと接する機会があるわけで、ね、そのいろんなキャストさんを、ね、例えばこう接客してもらうね、その機会があるってことはですよ、ね、あなたはたくさんいるキャストの中で選ばれる自信がありますかってことですね。そうじゃないですか。でそのたくさんいるキャストの中ですよ、あなたはお金をね一番使ってもらえるキャストになれる自信ありますかね。そういうことを考えてみてください。ではじゃあね、対照的にですよ、ね、そういうことも分かっているキャストはですよ、ね、うん、そうやって飲みに行くお客さんも私はね連絡先交換すると、ね、逆にね、対照的に飲みに行かない、ね、お客さんにも同じように、ね、うん、私のお客さんになる確率、ね、可能性、ね、これを蓋然性って言います。で蓋然性っていうのはあるかないかです、うん、あるかないかです、ね、あるかないかすらあるわけですよ、発揮しって、ね、うん、でその可能性、ね、可能性じゃなくて蓋然性があるお客さんなんで、ね、飲みにね、ほとんど行かないんだって言ってたとしてもですよ、ね、あなたのことに興味を持てれば、ね、飲みに来る確率は、ね、ありますよね。どうですか、ね、そういう、ね、小さいところも拾っていくってことです、ね、確率は、ね、あなたが自分で判断しているわけじゃないですか。ね、その自分が稼げれると思って、ね、自分が取れると思った指名客なんですが、ね、それを今現在続けているから稼げれないわけです。じゃあね、これをね、自分の考えをですよ、考えをですね、自分は間違ってると思ってください、ね、間違ってるってことから全てはね、うまくいくっていう、ね、そういう仕事ができるってことになると思ってください。今現在稼げてないってことはそういうことになります。だから自分が思っているその稼げれるね、自分の中でもう出来上がってるその接客のスタイルを間違ってると、ね、そういうふうに自分で素直に認めてください、ね、僕もこれはね、まああるんですよ、やっぱこういうことは、ね、過去に、まあ、いろんなね経験をしてきてね、今となってはね、分かることっていうのがやっぱね、たくさんある。それだけはね、本当に言えます。で、当時若い時に思っていたことが全部間違っていたんだなって、今だったら本当素直にね、思えるってことがたくさんあります、これは。たくさんあるんです。本当にあるんです。ね。だから、これはね、自分が自己成長するための仕事じゃないですか。ね。自己成長するってことは、自分はね、間違ってたんだと。これを素直に受け入れると、ね、これはですね、自分を、ね、受け入れることができればですよ、ね、うん、すっきりできるんです、これ。不思議なことに、ね、自分は、ね、何も知らなかったと、ね、全然ね、私は、僕は、ね、僕のことで言ったらですよ、僕はね、自分のことを、自分がやってたよ、ね、やってきたことをね、全然分かってなかったんだなと、ね、そういうことを素直に自分の中で受け入れることができれば、ね、これすっきりします。で、すっきりすればですよ、ね、あとは上がるだけじゃないですか、ね、そういうことですよ。だからね、あなたがやっているその指名客の取り方っていうものをね、全て間違っていたんだと思ってください。で、僕が言うね、今言ったね、そういう細かいね、可能、蓋然性があるお客さんに連絡先の交換をして、ね、コミュニケーションを取るっていうところから、そこからスタートしていく。そしたら絶対に変われるはずです、はい、以上でね、第4話を終わりにします。ありがとうございました。よかったらですね、僕の YouTube チャンネルを
登録よろしくお願いします。はい。